んにちは、 OK ファームです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。はい、で今日はですね、ちょっとね、暑すぎちゃって、ちょっと家の中で事務作業をしております。で、前回マルシェ参加したじゃないですか。参加したじゃないですかっていう前に、この後ろのこのね、あれはちょっと見ないでくださいね。ね、ここね、まあそれはいいんですけどね、妻によく片付けなさいよって言われるんですけど、まあそこは置いときましょう。でね、なんだっけ、前回マルシェ、埼玉の川口でマルシェ参加したじゃないですか。でね、マルシェ結構楽しかったんですよね。いろんなお客さんと出会って、でもうちょっとやっぱりそのお客さんに対して、なんていうんですかね、うちの こだわりとか強みとか、そういうのをね、もっとこう分かりやすく伝えられたらよかったなってね、思ったんですよ。で結構っていうかね、まあ何人かそのマルシェ以外でも取引してくださるお客さんの中に、やっぱり健康にすごい気を使ってるお客さんが多いんですよね。でそれでうちのこう野菜を、まあ、定期的に買っていただいてるっていう、まあ、背景があって、なんかそういうのをね、なんかもうちょっとこう新しいお客さんにも説明できるようにしていきたいなと思って、で今ねちょっとその文章を作ってみたんですよ。でその文章をちょっと読んでみますので、まあ流れ的に、まあなんかそういう説明、流れ的にはまあこういうふうにいこうと思ってるんですけど、なんかもうちょっとこういうのを付け加えた方が分かりやすいんじゃないとか、いやもうちょっと OK ファームさん、なんかこういう、いいところあるから、そういうのもうちょっと入れ込んだ方がいいんじゃないとか、なんかそういうねことがもしあれば、ぜひコメントいただければ嬉しいです。でまあこんな感じで来月マルシェに持ってってお客さんにちょっと見せるっていうか配ろうかなと思ったんですけど、まあこっからなんかちょっと絵とか入れた方がいいですかね。なんか絵とかそういう見やす、もうちょっと見やすいような感じで、まあ作ってみようかなとは思うんですけど、今ちょっとねこんな感じで箇条書きで、作ってみたんですね。ちょっと読んでみますね。OK ファームの野菜があなたの体と心が喜ぶ3つの理由。こんにちは、 OK ファームです。私たちは栽培した野菜を通して関わる人すべてに魂が輝くほどの美味しい野菜をお届けすることをビジョンとして農園を営んでいます。で、私たちが栽培した野菜がなぜ食べた人を幸せにするのかには理由があります。その理由は大きく分けて3つありますので、ご一読していただけますと幸いです。で、そのあなたの体と心が喜ぶ3つの理由、1つ目ですね、完全無農薬。はい、手が疲れちゃったの、今ちょっと震えちゃってるんですけど、野菜は無農薬、無化学肥料で栽培しています。で有機茶数などで認められている、実はね農薬とかもあるんですけど、そういう農薬とかも一切使っておりません。完全無農薬で自然の力だけで育ったお野菜です。はい、2番目ですね、健康的な土作り。で畑の地力ですねを維持するために作付けは年1回というのを基本としています。で作付け前後は、必ず緑肥などの植物性肥料を導入して健康的な土作りと野菜作りをしています。なので何作もこう作れないわけですよね、同じ場所で。なので数量は少ないんですけど、その分土の栄養をたっぷりとね吸収したお野菜になってます。はい、で3つ目ですね、お日様の光と大地の力で育ったお野菜です。で旬のお野菜がねやっぱり一番おいしいっていうのがうちのこうコンセプトなんですよね、考え方なんですよ。なのでそれをもとに露地栽培をしていますと。で自然の中でじっくりとありのままに育った野菜は野菜本来のうまみですよ、うまみが凝縮されています。でこのねもう3つがね、その食べた人の、まあ、魂輝く、まあ、あなたの体と心が喜ぶあの3つの理由なんですよね。でこれをね、次回のマルシェで、まあ、ちょっと配ってみて、
お客さんがどう反応するか、あの特にあの健康とかそういったあの美味しい野菜を食べたいと思ってる人がこれをちょっと読んだ時にうちの野菜を買いたくなるかどうかっていうのを、来月のそのマルシェでちょっと試していきたいなと思ってます。で、まあもっと私たちのことを知りたい方はこちらまでっていうね、これであのホームページ飛ぶようになってます。はい、なので、まあ、こういう感じでねちょっとあの配ってみようかなと思います。いかがですかね。なんかもしねあのなんだろう、経営としてなんかちょっとこう詳しい方とかいたら、いやもうちょっとこういう文章にした方が響くんじゃないとか、もしね主婦の方いやこういう風に言ってもらったらなんかそのねあの買いたくなるとかね、いやもっと旦那さんとかあのお子さんとか、こういう文章を見たらあのこういうお野菜買ってねあの自信持って、今日の晩ご飯 OK ファームの野菜使ってみようってなるんじゃないとか、なんかそういうねいろいろなご意見があればあのぜひコメントしていただきたいなと思ってます。で、まあ、新規就農者の方でもねあのあこういうふうにねやってマルシェ出せば強みとして出せば野菜売れるんだとかね、そういうあのストーリーをこれからも上げていきたいと思いますので、あのちょっとでも参考になればなと思います。まあ今日はこんな感じでね、OK ファームの体と心が喜ぶ3つの理由、まあ、ちょっとまとめてみましたね。他にもいくつかあるんですけど、まああんまり書くとねなんかこう飽きちゃうのか、お客さんあんまり読まないのかなと思って、なのでね大きく分けてこの3つ簡潔にちょっと書いてみました。そんな感じで今日も暑いですね。暑いけど、まあ、頑張りたいと思います。はい。それじゃ、また。